リケーションエンジニア部の柴子です。電源設計をしています橋口です。今回はロームの新 DC-DC コンバーターシリーズの中から注目商品 BDayQE シリーズをご紹介したいと思います。まず最初にロームの新 DC-DC コンバーターシリーズってどんな特徴がありますか？はい、この新しい DC-DC コンバーターシリーズは高圧型のコンバーターで、お客様の様々なニーズに対応する豊富なラインナップが特徴となっています。こちらの表をご覧ください。新シリーズは入力電圧と出力電流のマトリックスから28機種の豊富なラインナップで構成されています。これらは電源の整流方式、制御方式、軽負荷モードなどで組み合わせられており、お客様の要求にジャストフィットする電源ソリューションの供給が可能です。ところで私はお客様の技術対応や最適な電源提案の担当をしているのですが、最近産業機器関連のお客様から 24V 系 DC-DC の提案依頼が増えています。例えば 24V 系 DC-DC のおすすめ商品はどのあたりになりますか？ 24V 系でありますと、こちらの BDayQE シリーズになります。このシリーズは今回紹介させていただく注目の商品です。このシリーズの入力範囲は7から 36V で、出力マックス電流が 1A の BDayQE100 シリーズと 2.5A の BDayQE300 シリーズがあります。なるほど。最大定格が 40V ありますね。これは 24V 系によくある 30V 耐圧ではディレーティングの関係で少し足らないというケースにはとても嬉しい仕様ですね。この定格については大きなメリットになると思います。これなら 24V から高圧してマイコン用の 5V を生成されるアプリケーションにも提案できますし、もちろん 19V や 15V といった品物家電に多い電圧にも対応できます。おお、これならいろんな分野に使えそうですね。またこのシリーズは同期整流タイプでもあるため、出力の整流用ショットキーダイオードが不要。さらに素子の微細化技術の進化により、高耐圧でも発信周波数 1MHz という高周波での駆動を実現したことで、外付けインダクターが小型にでき、省スペース化の提案も可能です。ではちょっと待ってください。アプリケーションボードを作成してみますね。はい、できました。こちらが一般的に使われている周波数が100から 300kHz のダイオード整流タイプです。そしてこちらが今回の新商品 BDayQE シリーズになります。ご覧の通り約半分のサイズでとてもコンパクトに収まりました。さらに BDayQE100 シリーズと300シリーズとはパッケージの厚みが違うだけの同一ピン配置なので、同じランドパターンでの実装が可能なんですよ。おお、これは共通設計でいろんな商品に展開でき、設計負荷の軽減に大きく貢献しますね。他にお客様からご要望されることはありますか？そうですね、厳しい環境で使われる産業機器のお客様が多いので、信頼性と長期供給、そして小口リールの対応が必要ですね。その点はもちろん視野に入れています。こちらの BDayQE シリーズは経明末尾が LB という産業機器向け商品となっています。これは自社一貫生産体制による高い信頼性と長期安定供給、そして通常2000から3000個巻きのリールに対し250個の小口リール出荷対応もしています。それはすごいですね。ディスコンしない長期供給、そして250個巻きの小口リール対応ということで、非常にお客様に喜んでいただけると思います。最後にこの BDayQE シリーズとその評価基盤ですが、こちらのネット商社さんよりご購入いただくことが可能です。一度今回ご紹介しましたメリットを実機で感じていただければと思います。